3日間というある意味短い期間でしたけど、非常に中身の濃い3日間だったと思います。まあ、特にあの開会式は本当に素晴らしい開会式で、なかなかこういう開会式って参加することなかったんですけど、本当にあの貴重な体験をさせてもらったというところ、それとまあ競技に関しては、まあ、日本の選手は本当に日本を出発して、まあ、1週間ですかね、そのぐらい経つのに少し疲労の色が見えながらも、まあ、精一杯戦っている姿というのは本当に、まあ、日本人の日本選手らしかったなと思いますし、まあ、他の国の選手たちも、まあ、本当に一生懸命、まあ、団体競技であればチームプレーに徹したり、まあ、非常に素晴らしい3日間だったと思います。まあ、昨年あのシカゴでも体験させてもらいましたけれども、本当にそのアスリートとパートナーが、まあ、一つのボール、そして一つの競技で力を合わせてやるっていうのは本当に、まあ、意義のあることだなというふうに思いました。まあ、本当、まあ、昨年から本当にこういう貴重な体験させてもらって、まあ、そして今回、まあ、こういうね、あの世界大会を本当に経験させてもらったっていうのは僕自身で